ピタパ。ピタパ、ピタパは、つるっと関西協議会が展開する、乗車カード機能を基本に据えた、サイバネ企画、非接触型 IC カード、電子マネーカード。乗車カードとしては、近畿地方、東海地方、北陸地方の一部、岡山県などの鉄道、バス事業者が導入している。近畿県の民鉄を中心に導入されていた、時期式。 ストアードフェアシステムであるスルッと関西の次世代システムとして2004年に導入された。名称はの略で株式会社スルッと関西の登録商標第470万6415号他2件である。キャッチフレーズはピタッとタッチするだけでパッとスピーディーに。また2009年3月からはテレビ CM などで動くを応援するカード。 ピタパというキャッチコピーも使われている。カード裏面に、記載の番号の初めの文字は、であり、スルッと関西のローマ字表記の、の略称である。技術としては、スイカアイコカなどと同様にソニーが開発した IC カードファリザを採用しているが、スイカなどで採用されている大多数の、プリペイド方式ではなく、公共交通機関の乗車 IC カードとしては、世界初のポストペイ。 後払い方式を採用しているのが特徴となっている詳細工術。交通系 IC カード全国相互利用サービスにも参加しているが基本的な決済方式が異なるため乗車券機能以外の相互利用に対応しないなど一部の機能に制約がある。種類としては交通利用、電子マネー利用に特化したピタパベーシックカードと商業施設等が発行する。 クレジットカードとの一体型、または、同梱型カードであるピタッパ提携カードに対別れる。静岡鉄道や奈良交通、新規バス、水間鉄道、大阪空港交通、高弱交通、半海電気軌道、西日本 JR バス、岡山地区のバス、鉄道事業者、岡山電気軌道、下津井電鉄、両村内ホールディングス、中鉄場のように、 すると関西のプリペイド時期カードやピタパ対応カードを発行せず、ピタパのみを導入する事業者、自社エリアでの申し込みは、ベーシックカードや三井住友カード、青山キャピタルなど、鉄道系でないピタパ提携カードで対応、ピタパに対応しつつ、独自の IC カード、新規バスのニコパ、岡山地区のヘアーカ、奈良交通の CICA などを発行する事業者、これらのカードは、 制度上、回数乗車券として、プレミアムのチャージ付与などがあるためもいる。乗車券、電子マネー以外の利用例としては、ファリサのメモリー分割機能を用いて、プライベート領域に個人認証機能を搭載した入り体感管理、機能付きピタパが大阪府の池田市役所で導入されている。また、ファリサポケット機能を利用している、大阪ピタパの楽楽ポケットでは、 大阪市内の一部新築マンションで部屋の鍵、IC 場として採用する例ある。また、旧大阪市交通局では、職員の出退勤管理システム用の IC カードとして、交通局から対応される IC カードを使用するか、個人で利用している大阪ピタパを使用するかが選択できるようになっている。この場合、個人で利用している大阪ピタパを使用すると申告した場合には、 交通局からは、出退金管理システム専用の IC カードは対応されない。前日の通り、ピタパは導入にあたって、プリペイド方式ではなく、ポストペイ方式を採用している。この理由について、ビタミディアが2006年にスルッと関西ピタパ、ビジネスサークルコアリーダー業役員、当時の松田啓氏にインタビューした記事によると、1999年に、 スイカが発表されたことを踏まえて IC カードの導入を検討するにあたってそのタイミングがスルット関西直式プペイドカードシステムの導入を開始した1996年のわずか3年後であったことからスイカのようにシステム全体をプリペイド IC カード対応に改めるフルスペックでのシステム導入はスルット音祭システムとの二重投資となってしまうこと同様に IC 乗車券を導入していた香港の発達通り、オクトパスがオートチャージやポストペイの仕組みを導入していたことを踏まえ、投資コストを実質自動改札機の回収のみとすることでフルスペックでの導入に比べて2割程度まで抑えるべく、プリペイド方式のスルッと関西システムと両割りさせることを前提にポスペイ方式による別のシステムを導入した。 と説明している。また、チャージの手間や残高の管理が面倒と感じる顧客の不満や利用頻度に応じた割引サービス導入の要望もあり、これに対応させることもピタパの導入につながっているとも説明している。ポストペイ方式を採用していることから、ピタッパは抗議のクレジットカードに分類される。2009年12月のカップ販売法の改正に伴い、以降は、 ピタパベーシックカードをはじめとするピタパそののが同法の適用対象となり、発行元であるスルット関西が信用情報機関に加盟したほか、ピタパの重複発行禁止、引き落とし遅延時の遅延損害金計算率の見直しが行われている。カードの発行、入会審査にあたっては指定信用情報機関、CIC を通じて信用情報の審査が行われ、 審査結果によっては発行が行われないことがある。システム開発は三井住友カードが行っており、同社が審査や予診業務に関する業務を受け負っている。なお、一定額の保証金を予納することで、予診審査を必要としない、保証金予託制、ピタッパ、ベックカードも用意されている、ETC パーソナルカードと同様の仕組み。利用限度額は、 すべての会員で一律固定となっており、交通サービスでの利用が1ヶ月15万円まで、割引を適用する前の運賃合計額、ショッピングや施設での利用が1ヶ月5万円、1日に利用可能な額は3万円までの計20万円となっている。それぞれ1ヶ月の限度額は、本会員、家族会員の合算額での算出となる。利用代金の支払い、引き落としは、 すべて一括払いのみで、利用代金は毎月1日末日の実績を集計し、翌月25日頃に請求書が郵送され、提携カードによっては手数料100円、税抜きがかかる。ピタパクラブで解除可能、翌々月10日に指定の口座から引き落とされる。また、1年間全く利用がない場合は維持、管理料として1000円、税抜きが請求される。なお、 ピタパ以外の別のクレジット機能、ビザなどが付帯しているカードについては、その分に関わる手数料や限度額については、各カード会社が別途設定した額となり、それらの利用代金はピタパとは別の枠であり、請求も別となる。2017年3月31日にすると、関西、時期式、プリペイドカードの共通利用が終了となることが発表されると、 アイコカとピタパとの連携サービスの拡大として大阪市交通局など10社局がスッと関西の共通利用終了に前後してプリペイドカード及び定期券としてアイコカを導入一方で2018年10月1日から近畿圏のアイコカエリアでピタパのポストペイサービスを開始することにり、プリペイドはアイコカポストペイは ピタパという住み分けが行われるようになっている。なお、ピタパのカードそのものにもプリペイド機能は搭載されているが、交通系 IC カード全国総合利用サービスによる保管し、カードエリアでの利用のために用意されているのみであり、ピタパエリア内ではプリペイド機能の利用は原則行われていない。2007年9月に大阪市が導入したピタパ使用の経路優待乗車称。 および2008年10月に神戸市が導入した経路パスでプリペイドリができるが、それ以外のピタパエリア内でのプリペイド利用は行われていない。2006年に新規バスにてニコパを導入したのを先駆けに各社オリジナルの IC 乗車券、ハウス IC カードを導入し、ピタパを重複導入することにより、アイコカとの相互利用、または、 全国 IC カード総合利用に対応している事業者がある。また各ハウス IC カードで IC 定期券を導入している社も多い。事情には各社プリペイド式の導入、ピタッパはポストペイ、顧客の囲い込み、オリジナルの割引やプレミアム、ポイントサービスなどを展開するためである。各ハウス IC カードは各カードエリアのみの利用で、 ピタパエリアやアイコカエリアなど、他エリアでは利用できない。2016年10月現在のピタパエリア内での、ハウス IC カード導入は、下記の通り。2013年3月当時、全国総合利用サービスを導入した10種の IC カードの中で唯一、共通の公式キャラクターが設定されていなかったため、導入記念で発行された各社の限定カードでは、アイコカ、 カモノハシのイコちゃんやスイカ、ペンギンなどの各カードのオリジナルキャラクターが一つの横断幕を持って練り歩くというデザインであったが、ピタパのみ、イメージカラーの紫色の風船しか描かれなかった。なお、スルッと関西協議会が発行する前払い式の時期、カード、スルッと関西には、スルッとちゃんという共通キャラクターが存在し、3月23日に東京駅で行われた、 相互利用開始記念セレモニーにも出席したが、こちらはスルッと関西協議会の組織としてのキャラクターであり、広報誌や磁期カードを中心に使用されている。ピタパ導入事業者が独自発行するピタパ、機能付きカードによっては、独自のキャラクターが存在する大阪市交通局発行の大阪ピタパカードのピタポン、南海電鉄発行のミナピタカードのミナモ、 神戸市交通局など発行の神戸ピタパカードのピットンとパタピーなど。その後、ピタパ導入10周年の2014年に忍者のキャラクターが制定され、同年8月1日には公募の結果、名称はピタマルに決定した。2006年1月21日から JR 西日本の愛国家と交通機関での利用に関して、 相互利用を開始した。ただし、システムの関係上、アイコカエリアで使用する場合は、ピタパのポストペイ機能の適用外となり、あらかじめピタパへのチャージ、入金が必要となる。なお、相互利用の開始に合わせて、オートチャージ機能、登録が必要を搭載している。これは、ピタパエリアの自動改札機にタッチした時点で、プリペイド分の残高が千円以下であれば二千円が、 自動的にチャージ。小児用はそれぞれ半額されるもので、この料金は他のピタパの利用と同様に後日請求される。また、アイコカエリアでは、アイコカと同様にチャージできる。その他の交通系、IC カードとの相互利用については、追加、JR 東日本などとは2004年度から検討していたが、2010年12月20日に、 キーとか、JR 北海道パスも、関東地方とか、JR 東海、マナコ、中京県、守護か、JR 九州にもか、西日本鉄道など、早川、県、福岡市交通局と共に、相互利用に向けた検討を行うことが発表され、2011年5月18日に2013年春の、相互利用開始に合意したと、発表。 2013年3月23日より、交通利用、鉄道、バスにおいて、事前にチャージしたプリペイド部分での決済による、全国総合利用をサースを開始した。なお、総合利用にあたっては、プリペイド方式を採用している他社との、決済システムの違いから、乗車券部分のプリペイド利用に限定され、ショッピングサービス、電子マネーとしての総合利用は、割れていない。ただし、 JR 西日本との間では、2018年秋以降に、近畿圏での愛国家エリアでエピタパでのポストペイ決済を導入する計画であることが発表され、2018年10月1日よりサービスを開始した。インは全国総合利用サービス対応交通事業者。インは2014年春以降より全国総合利用サービスに対応した交通事業者。 いずれも交通利用、鉄道、バスで飲み可能であり、一部に対象外の事業者あり、ショッピングサービスは対象外である。ピタパ及びアイコカの使用履歴、SF 残額、チャージ金額履歴を印字、表示することができる。ただし、消去された履歴は印字、表示できない。ピタパ加盟社局の駅の自動券売機などで、直近20件までの履歴を表示、印字でき、 カードに履歴が残っている場合は何度でも印字できる。これは、愛子か加盟社局でも同様である。これに加えて、愛子か加盟社局では、窓口に申し出ることで、50件までの履歴を得ることが、できる。また、履歴印字は、カードの種類や、印字した事業者に関わらず、ほぼ同一の内容が印字される。内容は、利用月日、利用種別、入場、出場、 バス等の利用など、利用駅、バス利用時は、車局名、残額である。このうち、利用駅名は、ピタパエリアで印字した場合、車局名2文字、駅名3文字、例、JR 西京都、阪急梅田で印字される。一方、愛古家エリアで印字した場合、車局名英字半角2文字、駅名2文字、例、OC 梅田、KC 京都で印字される。年月より、 利用開始の岡山、広島地区の愛古家利用駅をピタパエリで印字した場合、JR 西となって、駅名は表示されない。さらに、桜宿川駅など、最近開業した駅では、印字した事業者によって、駅名が表示されない場合と表示される場合がある。京阪、南海、仙北高速など一部の事業者では、自社線のみ、使用駅名が表示される事業者も存在する。 このように、履歴の表示、印字に関しては、ピタパ加盟者局間での足並みが統一されていない文が存在する。ピタパは、ポストペイ、小払い式のため、利用実績により割引額を決めることが可能である。これを利用して、下記のように各社でいろいろな割引サービスを実施している。これらの割引は利用した交通機関によって決まり、 使用したカードの種類には関係ない。例えば、ステシャカードで大阪市営地下鉄を利用したときは、大阪市交通局の利用額割引フリースタイル2008年3月1日に利用額割引から解消が適用される。ピタパと相互利用しているだけのアイコカ等を使用した場合には、これらの割引サービスは適用されない。当初設定された割引サービスは、 割引率の一部で問題があったが、ICT 危険の登場で、後者は解決しつつある。ただし、大手私鉄では、京阪や近鉄、また、大阪市交通局などでは導入されていない。ピタッパでショッピングを行うと、ショップでポイントが貯まる。100円につき1ポイント貯まるのが基本だが、500ポイントで50円の割引なので割引率は0.1%となり、 クレジットカード会社が展開する同種のポイントサービスより割引率が低い。ただし、利用点によっては5倍、100円で5ポイントのところがあったり、期間限定の10倍キャンペーンを実施したりしている。JR 西日本のアイコカは、発行枚数が1500万枚を突破しており、ピタパと大きく差が開いている。詳細は後日。 上記はいずれもサービス開始から間もない時期のデータなので、現在はこれ以上の利用率があると思われる。奈良交通グループ、新規バスグループ、製鉄グループ、水間鉄道、高弱交通、半海電気機道、三重交通、西日本 JR バス、本市海峡バス及び、岡山地区の各社、宇野自動車以外においては、時期式の、スルッと関西対応カードは導入せず、 ピタパのみの導入となっている。また、阪急バスグループ、大阪空港交通、ザ山電鉄などスルッと関西対応カードの発売、利用を終了する事業者も現れている。以下の事業者が、スルッと関西協議会と共同で発行しているほか、協議会単体で、ピタパベーシックカードを発行している。スルッと関西協議会加盟事業者のうち、現時点でピタパを、 導入予定がない、スルッと関西対応カードは、導入事業者を挙げる。下の3社はスルッと関西対応カードの廃止後、バスカードのみは引き続き利用可能。ピタパは、ショッピングサービスの加盟店開拓を、三井住友カードに委託している。同社は、自社の、同じファリザ対応クレジットサービス ID とピタパを、並行して売り込んでおり、ピタパの決済端末は、 ID の決済に対応している。ピタパは三井住友カードが使える店舗に ID と共に導入される傾向があるが、加盟店側は双方別々に申し込む必要があるのでピタパ、加盟店すべてで D が使えるわけではない。なお、インフォックス以外の信用紹介端末や NTT ドコモが開拓した加盟店に多い ID 単独の決済端末ではピタパを使用できない。 ただし、あくまで、ピタパとアイリーは別物で、単に店頭の決済端末が、両方に対応しているというだけであり、他の鉄道系、IC カードのような、相互利用とは全く異なる。ショッピングとして、主に、関西地区の以下の店舗で、利用可能、2013年2月末現在、約2万4000店舗。中スト中の、5倍、は、 通常の5倍のショップでポイントがもらえる。2004年10月1日のショッピング機能のサービス開始日に利用対応の約200点のうち約160点で端末機が動作せずサービスを利用できないというトラブルが発生した。その影響は翌2日の午後まで続いた。2013年3月23日からの交通系 IC カード相互利用拡大後もピタパは ショッピングに利用できない。これは、決済方法の異なるポストペイ利用のみならず、ピタパのプリペイドチャージ額をショッピングサービスに充当することができない。この理由について、大阪市交通局より以下のように説明されている。そこで、この問題を解決するための施策、大対策として、スルッと関西協議会では現在、ピタパのポストペイ決済でのみ、 利用可能な物販端末機を、順次やイコカなどのプリペイド型交通系、IC カードでも利用可能なもの、マルチマネーター容器に切り替え、ピタパ加盟店においては、立地する地域の各社局が導入している、プリペイド型交通系電子ネー、例、関西圏イコールアイコカ、関東圏イコールスイカあるいはパスモも並行して、決済可能になるよう協力していく考えであると、 大阪市交通局を通じて説明している。ただし、これらの施策が具体的にどのように実施されるのか、施策の実施時期などについては、スルッと関西協議会からは直接には特に発表はされていない。2007年2月16日から3月15日まで公共交通機関、チャージでの利用である JR 西日本を除くショッピング、宅配ロッカーをすべてピタパで決済すると、 後日宅配料金を条件により全額キャッシュバックする社会実験が NEDO 民生部門等地球温暖化対策実証モデル評価事業として行われた大阪空港、阪急梅田駅構内など6カ所に実験対応の宅配ロッカーが置かれ手荷物の運搬に便利な自家用車から利用者1人当たりの CO2 排出量が少ない鉄道 バスへの利用転換を狙ったもので、その場合不便になる手荷物の運搬を条件が揃えば無料とする試み、実験は交通、ショッピング、宅配ロッカーの決済が同一カードで行え、履歴が把握できるピタッパの利点を活かした形となった。実験終了後もピタッパ対応宅配ロッカーは梅田駅構内の場合有料で利用できる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。